現実のヨハネ、ブレイズ・イン・ザ・ディープ・ブルー。いざ出陣。これは海沿いの町、沼津で占い屋を営むこの私、ヨハネと私が出会った仲間たちの物語。上京した都会で夢破れ、母の言いつけで生まれ故郷に帰ってきた私。いきなり不思議な力を手に入れたり、変な事件に巻き込まれたりはしたけれど、いろんな人たちと出会いながらそれなりに楽しくやってきたつもりだったんだけど、はあ、どうも今回はすっごい騒動に巻き込まれそう。現実のヨハネ、ブレイズ・イン・ザ・ディープ・ブルー。光届かぬ海の底に太陽の光が差し込んだ。沼津の町近海に突然現れた謎の海底ダンジョン。ダンジョンなんていう非日常の存在に沼津の住人は誰もが沸き、行政局も調査に乗り出した。だけどその内部は複雑に入り組んだ迷宮、さらには凶暴なモンスターまで徘徊していて、行政局の長官ダイヤまで行方不明に。みんな無事だといいね。行政局のダイヤやルビー、学者のリコはわかるけど、カナンや花丸まで行方不明なのは何なのよ。やはりここは闇の祝福に選ばれし者、このヨハネの出番というわけね。行くわよライラプス、いざ未踏の迷宮、深淵の採用へ。格好つけちゃってから元気なの分かってるよ。本当はみんなが心配なんでしょ。そりゃあ、まあね。大丈夫、あれでみんなたくましいし、私たちで見つけてあげよう。頼りにしてるわよライラプス。はっはよっ、ふっへい。
のフロア、今までの場所とは違う異様な気配がする。空間がおかしくなってるのかも。空間が？何でもあり。さすがはダンジョン。そもそもダンジョンってだけでおかしな場所だしね。禍々しい感じだけど、ヨハネがそれを言う？それどういう意味よ！ごめんごめん、明らかに何かありそうな部屋だけど、とりあえず今は何も起こらないみたいだね。だったらここは後回し、今はみんなの救出を急ぎましょう。
こんなところね。チカ？あんたまで来てたの？ヨハネちゃん！よかった。このまま閉じ込められたままかと思ったよ。チカだけ？他のみんなは？一緒じゃないの？みんな？もしかして他の人も捕まってるの？その反応、ここはチカだけみたいね。これはボス一体につき一人捕まってるパターンか。だったらヨハネちゃん、みんなを助けるの私も手伝うよ。え？まあありがたいけど、一回捕まってるんだし無茶はしないでよ。同じ失敗はしないよ。困った時には正義の味方が必要だよね。いつでも呼んでね。
Yeah.